はいえー、では不「符号混和加工」のね、えー、規定の中で特に建物ですね、うんえー、のケース、えー、こちらやっぱ調査士の民法としてはね、えーまあ、あるいは不動産東京のベース知識としても非常に重要な、えー、ものになりますので、まあ、見ていきましょう建物という切り口で今のね符号混和加工を見ていこうということです、えー、まず最初建物に増改築を行った場合うんね うん、あの要は、まあ、これさっきの,あの不動産の符号と一緒です A さんの建物に B さんが増築したと。うん、で、ね、通常だったらあの当然ながらその不動産の所有者に、えー、ものになると増築分も。ですが B がですね権限を持って増築したという場合、うん、例えば建物を、ね、A から借りてたと B さんが。 えという賃借権というです、ね、賃借権という権限を持って増改築した場,した場合であっても、うんえー、建物の増築みたいな強い符号、うん、のに当たりますので構成部分となっている場合には増築部分は当該建物の所有者 A に帰属する、うんえー、ここまではさっきの,あの不動産の符号でやったのと全く同じケースです。 えではですね強い符号あの構成部分となった場合でも増築部分を B が取得するケースというのがありますこれは何かと言ったら増築部分が独立性を有し区分所有権の対象となっている場合ですこの場合は建物の賃借人 B が増築部分を取得することができる どういうことかというとね B の建物に外階段がついている。で A はここに玄関なんだけども B もここに玄関あるよという場合増築した部分が区分所有ってのは何かといったら、ねえー、いわゆる普通の建物ですね。 2階建ての建物とか1階建ての建物とかいっぱいありますけども普通の建物っていうのは仮に2階建ての建物だったとしても1階と2階合わせて1つの建物なんですよ。これ普通建物ですですがアパートみたいに1階と2階別に入り口があれば1階部分を他の人に売って2階部分を他の人に売ってみたいな1棟の建物だけれども複数の不動産建物が入っていると。 いうふうに考えることができますね。これを区分所有、区分建物という区分建物。ハタから見ても玄関が二つあればね、えー、別々の所有権をつけられる。え、一物一権主義なんじゃないのと思いますかが、一棟の建物の中に複数の建物があると考えます。二つの不動産がある。 ね、だから一物一見主義に、えー、合ってるわけ、えー、一つ一つ2階は B さんの1階は A さんのみたいなふうにですね、えー、できるこれを、えー、区分建物と言います、うん、なので1、はい、つの建物になるから増築部分も B が増築した部分も A のものになってしまうんであって B が増築した部分が区分所有権の対象となるような区分建物であれば。 うんえー、この増築部分は B が取得するということになります、えー、下にですね不動産記法との関連ということでまさにこういうのが、えー、不動産登記法ではですねよく問題として出ると、うんえー、実際記述式試験でも出題されたことがあります、えー、どういうことでしょうか紀登期の非区分建物これ普通建物です。A が持っている普通の建物 に接続して B が建物を新築したことによりまあ、うん、つまり増築したわけですね上に全体として一棟の区分建物が生じたとまあまさにこういう形になったわけですよ場合どうしなくちゃいけないのかというと A が持っているこの下の部分これもともと区分建物じゃないですから普通建物ですからまあ、非区分建物っていうのはこれ普通建物と言いますけども 非区分建物から区分建物への変更登記と B が所有するこの増築部分の新築登記表題登記これを一括申請しなければならないとね、えー、いう問題が出てくるということです。<laughs> えこれ今言っても何もわかんないですね、えー、失礼しました。うん あのこれ区分建物というのは不動産投票の中でも結構ね後半の方に出てくる話でまあその時にあの出てくる話ですねまた同じことやりますから大丈夫です <laughs> はいえでは次見ていきましょう建物と建物物とが一体化した場合うんこれは何か増築したとかじゃなくて A が持ってる建物と B の建物持ってる建物が隔壁を除去する工事によって 一つの建物になった場合これを合体と言います合体、えー、建物の合体、えー、による登記とね、えー、合体というものを、えー、するしたということですね、うん、どういうことでしょうまあこう A の建物と、まあ、こう建物か、えー、B の建物があったとまあこれそれぞれ入り口があったわけですねうん でこの間の間壁ぶっ壊したと、ね、まああるいは,、まあ、ここはくっついてることはあんまないんで A と B の間になんかこのね間を設けてそれぞれの核壁をぶっ壊したとまあ一つの建物にしちゃった場合、うん、これを合体と言います合体合体ね。という合体という で合体した場合建物建物が合体した場合不動産東京ではどういうふうになるかというと動産の符号を使うんっす,すよ。ね建物だから不動産なんだけれども動産の規定をしして適用しますなのでどうなるのかというと AB が持っている建物の 日本あの、えーねえー、エンジンと船、うん、船とエンジンあれはそれぞれの価格の割合で共有状態になりましたそれと同じようなもんだなというふうに考えたわけですねですので高建物と押す建物の価格の割合に応じて持ち分上に依存する共有状態になります共有状態共有。 A と B が一つのですね、えー、合体した平建物というものをもともとの高大津の建物の価格の割合で共有するとこれが合体です合体、えー、この辺はもうまさに調査士の不動産投法の、えー、よく出るところと <laughs>、えー、いうことなので非常にですねあ今民法やってますけども,、えー、もうほぼ不動産投をやってるようなもんだと、えー、いうことです ははいでは民法に戻りましょう、A、他人が材料を提供して建て前を独立の不動産である建物に仕上げた場合、うん、どういうことかというとなんかね家を建てたんですけども途中まで建築したものがあったとこれ建て前と言います建物になる前のもの状態建て前を、ね、別の人が C が自分の材料を使って 建物として完成させた場合これ3人出てくるんですよ A が途中でほっぽったねでその建物を建ててくれって頼んだのは B で結局 C が出てきて自分が材料を出してえ建物を作ったという場合建前建物ですから最終的に完成品不動産の話なんですけれども これもあの動産の加工の規定加工の規定ってのは動産ですからね、うん、これを適用したと、えー、いうことです動産の規定だけど加工の、えー、規定というものをね、えー、適用したと、えー、いうことですね、うんえー、どういうことかというとね、まあ建前に材料を提供した 建前だからまだ建物じゃないの。ね。うん、で、えー、じゃあねこれ符号とも考えることができるわけですよね。建前が主でで、えー、材料が重だと主重の関係にある。ならばこれ符号した場合の完成物は主。ね。 行くんだよとまあ A だか B だか分かんないですけどもこのね、えー、ケースじゃ、うんまあ、お金払ってたら B ですし、ね、A が材料提供したら A ですし、ねえーまあ、それは受け負のところで出てきますけども、うん、建前を主で材料を重として、ねえー、最終的に主従の関係動産の符号で言えば主のものに属してしまう所有権。 でこうするとね、C さんかわいそうなんです自分で材料を提供してるし C さんの技術って完成させてるじゃないですかね、A さん途中で諦めるぐらいのもんなのなのに絶対 C さんっていうのはこの建前の所有者ではありませんからまねあの届こうと後に出てきた人なんで C さんかわいそうですねだからその不合の規定ではなく動産の加工の規定を使った つまり C さんの加工によって著しくどうしようもない建前がちゃんとした立派な建前になったでしかも材料を C さん提供しているならば C さんのものにしようと。ね、だからささん B さんに売れるわけ、うんえー、いうようにですねあの符号種に帰属するというですね、えー、243条の、えー、動産の符号の規定ではなくて。 かえー、動産の符号の規定ではなくて、ねえー、動産の加工の規定、うんえー、こちらを、あのー、使ったというケースです。では最後に「括弧5を見ていきましょ不合コン」は加工に伴う賞金の請求不合コンは加工の規定により損失を受けたものは、ねえー、その分の不当利得として賞金を請求することができる。 えどういうういことでしょうかはい、まあ、さっきのねじゃああの A さんが持ってる船に B さんの窓がくっついたとね動産の符号でこれがもう離せなくなっちゃったというケースでいうと船の方が圧倒的に主ですからで窓なんて1なわけ。なのでその B さんの窓の分も A さんが取得します。うんね。 主、えー、と銃の関係区別ができる場合主の動産の所有権者に銃、ねえー、の方の、えー、所有権もこれ帰属しちゃうわけこれが動産の符号 B さんからしたら「ねちょっと待ってそれ僕の窓なんだけど」って、えー「窓って言っても安いもんじゃないですよ」とかって言ったりするわけですよね。A さんからしたら「お窓なかったけどくっついちゃったわ」って、えー、なるわけです。うん、ということで A さんからしたらね不当に本来 B さんから取引してないのに B さんの窓がついたということですから、ね、その窓の所有権を得ることはできますが添付の規定で、うん、ちゃんとその分の、ね、お金というのは B さんに対してね払ってくださいね B さんは A さんそれをね、えー、あんたのもんじゃないのは勝手についてるということでお金くれっていうふうに、えー、賞金を請求することができると。うん いう規定になっているということですねはい以上です